どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA クレジットカードの新規入会キャンペーンまとめということで動画ねやっていきたいと思います。2021年の3月からですね、この ANA のね新規入会キャンペーンっていうのは始まっていたわけなんですけども、一旦ですね2021年6月30日で終了っていう風になりまして、またね一部のねクレジットカード会社のねキャンペーンも変更になっているっていうこともありますので、今回ですね改めて解説ねやっていきたいと思いますので、これからね ANA カードね新規発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。でですね、今回紹介させていただくキャンペーンなんですけども、 ANA アメックスのねキャンペーン以外はですね、基本的に ANA のクレジットカードを初めてね発行される方向けっていう風になりますので、この点はね覚えといてください。それではですね早速ね解説入っていきたいと思うんですけども、 ANA のクレジットカードっていうのはですね20ドリ30ドリみたいな感じでいろんなキャンペーンね狙うことができるわけなんですけども、こちらもですね知らないとですね取りこぼしてしまうっていう風になりますんで、この点はね注意して発行ねしていただければなと思います。まずですね ANA のクレジットカードを発行するときに獲得できるねマイルなんですけども、まず1つ目ですね、 ANA が行っているマイトモキャンペーンですね、こちらをまず1個目で取れます。でその次にですね2021年6月30日で一旦終了してしまう ANA 側のキャンペーンですね、こちらは6月30日で終わるわけなんですけども、またねいつか始まると思うんですけども、これはねいつ始まるかっていうのはねちょっとわかんない感じになります。でですね3つ目にクレジットカード側の行っているキャンペーンですね、こちらはまあ国際ブランドによってねやったりやってなかったりするんですけども、こちらが取ります。で最後にですねポイントサイトの案件ということで、案件が出てるものに関してはですねこちらもね取れるということで、こちらね全部取れると40ドリとかねすることができるっていった形になりますんで、これね利用すると利用しないとですね獲得できるマイルね結構変わってくるっていった形になりますんで、これから発行される方はですねこちらねできるだけ取ってねマイル獲得していただければなと思います。それではまず一つ目なんですけども、 ANA にはですねマイトモプログラムっていうね紹介制度があるんですよね。こちらは既存の ANA のクレジットカードを保有している方の紹介番号と名前ですね、こちらをいただいてですね ANA の公式サイトで申請するだけですね、こちらマイルがもらえるっていう風になっておりまして、マイトモプログラムの公式サイトね概要欄に載せておきますので、ぜひね発行される際はですね周りの方にですね ANA のクレジットカードね保有されている方いらっしゃらないかな、ぜひ探していただければなと思います。もしねいらっしゃらなければですね、私からっていうね冗談はいつも言わせていただいてるんですけども、ひとまずですねこちらね取りこぼさないようにねしていただければなと思います。でですねマイトモプログラムで獲得できるマイルなんですけども、一般カードの場合は500マイル、ゴールドカードの場合は2000マイル、またねプレミアムカードの場合は5500マイルがねこちら申請するだけでねもらえるっていった形になりますんで、ぜひね狙っていただければなと思います。それでは次にですね2021年6月30日に一旦ね終了してしまう ANA 側のねクレジットカードのキャンペーンですね、これから ANA のクレジットカードね何枚か紹介させていただくわけなんですけども、この ANA のね行っているクレジットカードのキャンペーンはですね基本的にねANA のクレジットカードだったらどれでもね利用することができるっていった形になりますので、この点をね覚えておいてください。でキャンペーンはですねこんな感じになってまして、普段をマイルに ANA カード入会キャンペーン実施中6月30日までということで、こちらね最大1万4000マイルはね獲得することができるキャンペーンっていう風になっているわけなんですけども、こちらねカードのクラスによってね獲得できるマイルが異なっておりまして、一般カードであれば合計1万2000マイル、ゴールドカードであれば1万4000マイル、プレミアムカードであれば2万5000マイルがね獲得することができます。でですね対象カードなんですけども、一般カードもですね ANA の交通系のカード、ゴールドカード、プレミアムカードね対象っていった形になっているわけなんですけども、 ANA のねワイドカードっていうのがあるんですけども、こちらねおそらく記載がねないっていった形になりますんで、こちらね対象外かもしれないっていう風になりますんで、もしね ANA のワイドカードね発行検討されている方はですね、
こちらのキャンペーンね、もし利用する方はデスクにね確認してからね利用していただければなと思います。で、この ANA のね新規入会キャンペーンの期間なんですけども、2021年の6月30日カード申し込み分までっていう風になっておりまして、後でね詳しく解説しますけども、エントリーがね必要っていう風になっておりまして、エントリー期間はですね2021年の8月の31日までっていう風になります。こちらねエントリーは必須なんですけども、エントリーとクレジットカードの発行はね前後しても OK っていう風になっておりますんで、確実にエントリーね忘れずにしていただければなと思います。それでは次にですね、この ANA のねキャンペーンで獲得できるねマイルの内訳なんですけども、ちょっとね表にさせていただくとこんな感じになりますね。 ANA の一般カードであれば入会ボーナスで1000マイル、またね搭乗期間特典ということで、 ANA のね飛行機にですね2021年8月31日までに搭乗していただくとですね1000マイルがもらえるっていう形になります。またですねカード利用でですねマイルがもらえるっていう風になりまして、30万円以上60万円未満の方は6000マイル、またね60万円以上ね利用していただくと1万マイルがね獲得することができます。ですので ANA のね一般カードであれば8月31日までに ANA の飛行機に乗っていただいて、またね8月31日までに60万円以上ね利用していただくとですね1万2000マイルがね獲得することができるっていった形になります。まあこちらはね利用金額に応じてね獲得できるマイル変わってきますので、利用できそうな金額をですね狙っていただければなと思います。で、クレジットカードのね一般カード、ゴールドカード、プレミアムカードのね券名によってですね獲得できるねマイルが変わるっていった形になりますんで、こちらね参考にしていただければなと思います。それでは次にクレジットカード会社側のねキャンペーンですね。今ね行われているおすすめのねキャンペーンはこちらの JCB のねキャンペーンですね。 ANA JCB カードに今入会すると最大6万2980マイル相当をプレゼントということで、こちらすごい数がね記載されておりますけれども、こちらですねプレミアムカードでまたねリボ払いとかねそういうおすすめできないねキャンペーンも含めて6万2980マイルということで、まあこちらね、まあ、参考程度にね覚えておいていただければなというふうに思うんですけども、ここまではねもらえないって言った形になります。それではまずね ANA JCB クレジットカードのキャンペーンですね。まずクレジットカードをね利用していただくとマイルがもらえるっていうふうになっておりまして、こちらの申し込み期間もですね2021年の6月30日までっていうふうになっておりまして、エントリーはね必須っていうふうになりますんで、こちらねエントリー期間は9月の30日までっていう風になります。でですね、こちらエントリーがね必須なわけなんですけども、クレジットカードを到着した後にねエントリーするっていった形になりますんで、こちらも公式サイト概要欄に載せておきますので、発行された後ですねエントリーするのね忘れないようにねしていただければなと思います。でですね、獲得できるねマイルなんですけども、一般カードとゴールドカードとプレミアムカード若干違うっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。でですね、利用金額によってマイルがもらえるっていう風になっておりまして、こちらはですね ANA JCB ソラチカ一般カードのですね例なんですけども、10万以上ね利用していただくとキャンペーンの特典として500オキドキポイント、こちら1500マイル相当ですね。それにプラスして通常マイルとしてですね5マイルコースであれば500マイル、10マイルコースであればですね1000マイルがもらえます。またですね50万円以上利用していただくと2000オキドキポイント、6000マイル相当と通常獲得ポイントの5マイルコースであれば2500マイル、10マイルコースであれば5000マイルがねもらえるっていった形になります。またね100マイル以上利用していただくと1万5000マイル相当、5000オキドキポイントがねもらえて、こちらとプラスして通常特典ですね5マイルコースであれば5000マイル、10マイルコースであれば1万マイルがねもらえるっていった形になります。またですね、今解説したのはですね ANA JCB ソラチカ一般カードの方なんですけども、この JCB のねキャンペーンでは ANA JCB ゴールドカード、もしくは ANA JCB ソラチカゴールドカードであればですね追加でね2000オキドキポイント、こちらね6000マイル相当がもらえるっていった形になります。またですね家族カードを発行するとですねマイルがもらえるっていう風になっておりまして、1枚発行するごとにですね300オキドキポイント、こちら900相当マイルがねもらえるっていった形になってるんですよね。でですね、先ほどねソラチカ一般カードでね解説させていただいたと思うんですけども、ソラチカカードもしくはソラチカゴールドカードもね
おすすめって言いたがちになっておりまして、このねおすすめポイントとしてはですね、まず一般カードもゴールドカードもですね、家族カードはね無料で発行することができます。まあゴールドカードに関してはですね、後日キャッシュバックっていう感じなんですけども、今ねキャンペーンを行われておりますので、先ほどね家族カードの発行でマイルがもらえるキャンペーンがありましたけども、こちらもねお金をね払わないでこのキャンペーンマイルね獲得することができるって言いたがちになっておりますので、こちらもねおすすめって言いたがちになります。またですね、この JCB のキャンペーンっていうのは基本的に時々ボーナスポイントでね付与されるっていう風になるんですよね。でこの時々ボーナスポイントっていうのはですね、先ほどのソラチカカードもしくはソラチカゴールドカードの場合はですね、東急メトロポイントっていうねポイントプログラムを利用することができるんですよね。でこれがね利用できるとどういいのかっていう話なんですけども、時々ボーナスポイントから東急メトロポイントに交換していただいて、 ANA マイルにね交換していただくと、先ほどのねキャンペーンページではですね、時々ポイントは1ポイント3マイルでねこちら表示されてたと思うんですけども、このルートを組んでいただくと時々ボーナスポイント1ポイントがですね1ポイント 4.5 マイルでね交換することができるって形になるんですよね。こちらね結構大きいメリットがねあるって言った形になりますので、こちらね全部を合計した獲得マイル数なんですけども、こんな感じになるんですよね。 ANA JCB ソラチカ一般カードなんですけども、一番右側ね見ていただくと100万円以上ね利用していただくと3万2500マイルがね獲得することができるわけなんですけども、これがね ANA JCB の普通の一般カードだとですね、100万円利用した時は2万マイルっていう風になりますんで、その差ね1万2500マイルがね変わってくるって言った形になるんですよね。ですのでもしね ANA の新規入会キャンペーンで獲得マイル数を上げられたいっていう方はですね、このね ANA JCB ソラチカ一般カードもしくはですねゴールドカードがねおすすめって言った形になります。もちろんゴールドカードの方はですね、ゴールドカードということで年会費がね1万4000円かかってきますんで、この点はねちょっと気になる部分ではあるわけなんですけども、まあ獲得マイル数もね結構多いって言った形になりますんで、もしねゴールドカードがね希望であれば、それしかゴールドカードでもですねいいのかなというふうに思います。でですね、 ANA JCB ソラチカゴールドカードと ANA JCB のゴールドカードの方はですね、こちらポイントサイトにね今案件が出てるんですよね。残念ながら一般カードの ANA カードとソラチカカードのね案件はないんですけども、ゴールドカードはね案件が出ておりまして、ポイントサイトポイントインカムをね経由して発行していただくとですね、6000分のポイントがねもらえるって言った形になりますんで、この6000分のねポイントに関してもですね、東急ルートありますよね、こちらにルート出しておきますけども、こちらでね交換していただくと 75% で ANA マイルにね交換することができるって言った形になりますんで、発行するだけですね4500マイルがね獲得することができるって言った形になるんですよね。ちょっとねババって解説ねさせていただきましたけども、こちらねまとめさせていただくと、 ANA JCB ソラチカカードでですね100万円を利用していただいて、家族カードね1枚発行した場合ですね、まず ANA のマイ友プログラムで500マイル、 ANA のキャンペーンで1万2000マイル、ANA JCB のキャンペーンで3万3850マイルということで、合計ね4万6350マイルがね獲得することができるって言った形になるんですよね。じゃあね一般カードで初年度も年会費無料って言った形になりますんで、かなりすごいですよね。まあ100万円っていうねハードルはあるんですけども、かなりねおすすめって言った形になります。でゴールドカードの方はですね、マイ友プログラムで2000マイル、また ANA 側のキャンペーンで1万4000マイル、JCB のキャンペーンで3万7850マイル、またね、ポイントサイトの案件で4500マイルっていう風になりますんで、こちら合計するとですね、5万8350マイルということで、まあこちらもね、結構いいマイルがね、稼げるっていう形になります。まあ先ほども言いました通りですね、ソラチカゴールドカードの方は1万2000マイルぐらいね、獲得マイル多いですけども、まあその分ね、年会費1万4000ね、かかってくるっていう形になりますんで、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、ANA アメックスと ANA アメックスゴールドカードですね。ANA アメックスも ANA アメックスゴールドカードも ANA のね、クレジットカードっていう風になりますんで、冒頭にね、紹介させていただいた ANA のキャンペーンもね、狙えるって言った形になります。で、
アメックスのクレジットカードはですね、こちら動画で何回も言っておりますけども、紹介制度っていうのがアメックスにあるんですよね。まあこちらをね利用した方が獲得マイル数がね上がるっていう形になりますんで、こちらの数字でね解説させていただきます。まずね ANA アメックスの一般カードの方ですね、こちらは年会費が7000円、またね ANA マイル移行手数料が年間6000円かかってくるっていう風になりますんで、もしね発行される方はですね、こちらね覚えておいてください。でですね、クレジットカードを利用するとマイルが貯まるっていう風になっておりまして、クレジットカード発行後3ヶ月以内にですね10万円利用すると2000ポイント、3ヶ月以内に25万円以上利用すると6000ポイント、3ヶ月以内に50万円以上利用していただくと1万8000ポイント、こちら合計するとですね2万6000ポイントが獲得できてですね、50万円の利用分を入れるとプラス5000ポイントっていう風になりますんで、合計ね3万1000ポイントはね獲得することができます。でですね、1ポイント1マイルね交換することができますので、3万1000マイルって言った形になります。で全部のねキャンペーンを合計するとですね、まず ANA マイトモプログラムで5000マイル、またね入会ボーナスマイルで1000マイル、またね ANA 側のキャンペーンで1万1000マイルで、アメックスのねキャンペーンで3万1000マイルということで、合計ね4万3500マイルをね獲得することができます。それでは次に ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちら年会費が3万1000円という風になっておりまして、 ANA アメックスゴールドの方はですね移行手数料がねないっていた形になります。こちらもね発行後利用していただくとポイントがもらえるっていう風になっておりまして、3ヶ月以内に25万円以上で8000ポイント、3ヶ月以内に50万円以上の決済で1万9000ポイント、またね3ヶ月以内に100万円以上の決済で2万5000ポイント、こちらね合計するとですね5万2000ポイントを獲得できて、またね100万円分の利用分を入れるとですねプラス1万ポイントっていう風になりますので、合計6万2000ポイントをね獲得することができます。でですね、キャンペーン全部合計するとですね、ANA のマイトモプログラムで2000マイル、またね、入会ボーナスで2000マイル、ANA 側のキャンペーンで1万2000マイル、またね、アメックスのキャンペーンで6万2000マイルっていう風になりますんで、合計ね7万8000マイルがね獲得することができるって言った形になるんですよね。まあ ANA アメックスゴールドクレジットカードはですね年会費3万1000円ということでかなり高額、またね決済分も100万円決済ねしなくてはいけないわけなんですけども、7万8000マイルということで、あとね2000マイルぐらいね足せばですね東京ニューヨークのねビジネスクラスとかも発見することがねできるって言った形になっておりますんで、まあちょっとね利用額は多いですけどもおすすめって言った形になります。いかがだったでしょうか。今回ですね2021年6月30日で ANA のねキャンペーンが一度ね終わってしまうということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、やはりね一番おすすめなのは年会費ね初年度無料にもかかわらず4万マイル以上ね獲得できる ANA ソラチカ一般カードがね一番いいのかなっていうふうに思います。100万円のね利用を見込める方であればですね、ANA アメックスゴールドクレジットカードですね7万8000マイルがね獲得することができるっていった形になっておりますし、またね ANA アメックスゴールドのメリットとしてはですね、 ANA の航空券購入していただくと100円で3マイルね貯まるんですよね。この点はねかなりね強いメリットっていう風になりますんで、これからね ANA のクレジットカード発行される方であればですね、今回の動画ぜひね参考にしていただければなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。